特急雷鳥9号は大阪を10時20分に発ち、金沢に13時13分に着く。新大阪、京都に止まり、京都を出ると列車は湖西線に入る。窓の外に琵琶湖を眺めながら近江塩津駅を通過すると、右手から北陸本線の線路が近づいてきて、やがて合体し、雷鳥9号も湖西線から北陸本線に入る。終着金沢まで約3時間の旅である。疲れた、本当に。